神戸市。神戸市は、兵庫県の南部に位置する道県の県庁所在地。垂水区、須磨区、長田区、兵庫区、中央区、名田区、東灘区、北区、西区から構成される、政令指定都市。日本の市で6番目の人口を有する。海と山の迫る東西に細長い島地を持ち、 十分な推進のある戦場の入江部に発展した理想的な港湾、神戸港を有する日本を代表する港町である。神戸という地名は、現在の三宮、元町周辺が古くから、生田神社の神福の集落、神戸、神戸であったことに由来する。西国街道の宿場町であり北前船の出発地の一つでもあった、兵庫津、兵庫の津に近く、 海鮮丼屋がのきを並べていた、神戸村を指していた。神戸三社、神戸三大神社をはじめとする市内、国内にある神社の神事に使うおみきの生産にも、関わり、前述の有馬ま音声や神福の形成も、市名の由来に関係している。海運においても古くから盛んで、近代には、世界の市場にその名を知られるほどに流星していった。以降も、貿易、鉄鋼、 造船、機械、製造、ゴム、真珠加工、観光等の産業を中心に発展、ファッション、医療、食料品などの産業も近年は盛んである。1995年1月17日に発生した兵庫県南部地震による阪神、淡路大震災では、市内のほぼ全域で震度7を観測、市街地と港、道路、 インフラは甚大な被害を受けたが急速に復興を遂げ、2005年には国内3番目の市営空港として神戸空港が開港した。2008年、アジアの都市で初めてデザイン都市としてユネスコに認定された。2012年、スイスのエッサインターナショナルが世界400余りの都市の気候、医療サービス、インフラ、安全性。 大気品質などの生活水準を調査し発表した世界で最も住みやすい都市で日本の都市で唯一トップ10に入り世界全体で5位アジア圏ではシンガポールに次ぐ2位に選ばれている神戸市は明治初期まで使われた律令制では機内かつての首都圏の西の境に位置し現在のスマクとタルミクを境に東は五機内の摂津国西はハリマ国であった 神戸港の前身となる沿岸地域は京、大阪の外港、京油地として、ハエ、兵庫津と呼ばれた。県随市の時代には、すでに港は開かれていたが、平の清盛により京が島の近くに都である福原京が、計画沙汰前後に、貿易の拠点として整備され大輪林波区、大和田の泊まりと呼ばれたことが、その発展の始まりとされる。江戸時代に、西の宮宿、 現在の西宮市と大倉谷宿同赤市とをつなぐ宿場として、兵骨が存在した。兵骨は、自治組織として、港町として扱われた浜方と、宿場町を司る岡方とが存在した。本陣は、浜方と岡方の双方に存在したが、江戸時代中期以降は、浜方の本陣の利用を希望する大名家が全蔵した。 条約による1868年の兵庫開港の際、神戸村が事実上の開港場となり、外国人居留地や港が作られ、1879年に直令により、神戸港となる。その後、日清戦争、第一次世界大戦を経て、上海、香港、シンガポールをしのぐ規模となり、1990年代初期までの間、 東洋最大の港として発展を続けた。一方、港と共に造船、鉄鋼、機械を中心とした工業も発達し、阪神工業地帯の中核を担う日本有数の重工業都市に成長する。県名の由来にもなっている、兵庫と神戸とは元来別々の町村であった、地域の拡大によって一つの都市としてまとまっていった。太平洋戦争末期。 他の諸都市同様に米軍の重要な戦略目標であった神戸は B29 による旅風なる空襲を受け当時の市街地、工業施設、港湾施設の大半を破壊、消失し多くの犠牲者を出した神戸大空襲。戦後の高度経済成長期には市街郊配部の産地より削り取った土砂を用いてポートアイランドを代表とする人工島を臨海部に埋め立て造成し、 商工業、住宅、港湾用地として整備するとともに、埋め立て用土砂採取後の丘陵地を住宅地、産業団地として開発した。この一連の施策は、山、海へ行くと呼ばれ、都市インフラの拡充、整備が大きく進むことになった。1981年のポートアイランド第一期、春行時には、地方博ブームの先駆けとなる、神戸ポートアイランド博覧会。 オートピア81を開催して成功させるなど、これらに代表される都市経営手法は、株式会社神戸市と称され全国の市町村から自治体経営の手本とされた。1995年に阪神・淡路大震災が発生し、神戸は甚大な被害を受けた。震災での被害による港湾機能の麻痺や、震災以前からの上海、香港、高尾、 富山などに代表されるアジア諸行の追い上げによっ国際貿易港としての相対的地位はかつてと比べると低下した。しかし近年の震災復興により国際貿易港としての地位を回復する傾向にあり日本を代表する港湾都市の一つとして発展を続けている。また人口においても震災直後に7%まり減少したものの新が田駅前 JR 六甲道駅前での震災復興、再開発事業やポートアイランド2期事業、神戸医療産業都市構想などの事業によって、呼び戻さて2004年11月には、震災前を超えるまでに回復した。2007年3月に実施された、国勢調査の速報値では1529,187人となっていて、過去最大を更新している、全国の市で第6位。中でも、 都心への回帰現象が見られる中央区や大阪へのベッドタウン化が進む東灘区や灘区において高い増加率が目立っている。市内では6,608種の動植物が確認されている。744種が絶滅の恐れがあり、そのうち別甲トンボやマヤランなど49種は現在見られなくなっている。 師匠さんの伝職や視聴者一号館で知られる師匠は、歴史的金遣いである、神戸のカタカナ、カウベのカをデザインして1907年5月24日に制定された。大義公と呼ばれた旧兵庫公、大輪玄白と旧神戸公の二つの港の形と、港湾にちなむ怒りのイメージも持たせてあると言われる。式は緑地に死傷を白く染め抜いたものが使われている。 師匠の造形は、シャネルのロゴの下を短縮したものに近い。現在の詩歌は、1951年、昭和26年に制定された二代目のものである。作曲者の新時清は二代目詩歌制定の4年前に、兵庫県民歌を作曲している。神戸市は、以下の九区から構成される。括弧内の数字は、市議の定数。神戸市では、 九六大都市の流れを組む形で1889年、明治22年の議会開設以来、市議会を神戸市会と呼んでいる。任期、2015年、平成27年6月11日から2019年、平成31年6月10日。名称の後の史跡は国指定の史跡を示す。建物名の後に十分とあるものは、 国の重要文化財に指定された、建造物西日本旅客鉄道、JR 西日本阪急電鉄阪神電機、鉄道産業電機鉄道神戸電鉄北上、急行電鉄神戸市営地下鉄神戸新港通録、高マヤ鉄道神戸住まい町づくり公社神戸、リゾートサービス。市の中心部は、市バスが運行しているが、一部路線は、神戸交通振興が運行している。 このホカタルミックでは、山陽バス、西区は、新規バスと、市バス、北区は、阪急バスと、新規バス、市バスが主として運行している。乗車方法は、後乗り前折り後払いであり、運賃は均一性をとる、区間、市バス普通区、山陽均一区と整理券による、区間性をとる、区間、市バス近郊区、新規バス全区間に分かれる。市バス、 神戸交通振興、阪急バス、阪神バス、山陽バス、新鉄バスの各路線で、スルッと関西対応カードが使用でき、新規バス、新規ゾーンバスを含めた各路線では、非接触型 IC カードのピタッパ、アイコカが使用できる。新規バスグループは別途、ニコパも使用できる。タクシーの営業区域は、神戸市域交通圏で、淡路市、三田市、三木市、 南町を除く隣接する各市と天ヶ崎市、伊丹市、川西市、川辺郡稲川町と伊丹大阪空港が対象となっている。神戸は映像産業を重視し、映画やドラマの撮影に積極的である。作品は作者指名で五十音順。神戸市は市内に存在する朝鮮学校の神戸朝鮮、高級学校、神戸朝鮮初中級学校、 西神戸朝鮮初級学校には1985年度から税金から毎年約6500万円を拠出していて2014年度以降は助成金を8分の一減額とした翌年は参考に施設整備費などの助成金として計829万3000円が拠出されたそのために2016年12月6日に神戸市議会の議場に北朝鮮による 拉致被害者のゆうもと子さん、拉致当時23歳の父のあきひろさんも出席し、玉田と夫副市長は、女性のあり方を引き続き考えていきたいと答弁し、久本貴造市長は、拉致被害者のうち、有本恵子さんと田中美のさんは、神戸出身。一刻も早い帰国を望むと自民党の長瀬武氏、市議の質問に答弁した。BE 神戸、BE 神戸は、 震災20年神戸からのメッセージ発信プロジェクトをきっかけに多くの市民から出た神戸の様々な魅力の中で一番の魅力は人であるという思いを集約したステージとして生まれた直訳すると神戸であれ神戸らしくいようといった意味であるここで言う神戸らしさとは震災をきっかけに気づいた人のために力を尽くすという人々の思いや 開港150年の歴史の中で育まれた先進的、開放的で創造性、国際性が豊かといった人々の気質である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。